鳥羽市は三重県南東部に位置するし、島半島の北東端にあり、西を伊勢市、南を島市と接する。北と東は海に面し、伊勢湾と太平洋を分ける位置にある。気候は温暖で、美しいリアス式海岸が広がっていることから、地域全体が伊勢島国立公園に指定されている。鳥羽港は漁港と海上交通の両方で重要な存在である。 イラゴ水道を挟んだ対岸に、厚見半島があり、伊勢湾フェリーによって連絡する。四つの有人島のうち、上島は田原市のイラゴ岬からの方が距離が近く、鳥羽港、イラゴ港の双方と船便で結ばれている。鳥羽港、鳥羽港歴史も参照。近世以降、島国の政治、経済、文化の中心地、羽藩の城下町として発展してきた。 明治以降も島地方の行政、経済の中心として栄えた。市長、中村金一郎任期2017年4月21日から2021年4月20日温泉宿があるにもかかわらず、温泉開発が民間主導であり、市が厳選を持っていない運び湯の旅館も多いなどの理由で、戸橋は入島税を徴収していなかった。市は民間と協議を重ね、 死と比率について、合意形成ができたことから、2007年4月より、入党税の徴収を開始した。2006年度までは、入党税収入が0だったが、2019年度の収入は1億7362万7千円と、日本全国で第17位に位置する。飛ばしは、飛ば高宣言保護管理整備補助金交付規定を制定し、死と観光振興に終 公宣言保護に3割、消防施設等と環境衛生施設に1割ずつと定めた。このうち公宣言保護の分は、戸橋を温泉振興会へ補助金として交付し、残る7割は戸橋観光振興基金として積み立て、適宜観光振興事業に使うという仕組みを導入した。市とは観光基本計画やアクションプログラムに明記されたものに限定し、基金は 財政化が管理することになった。この仕組みは、飛ば方式と呼ばれるようになった。基金化したことで、単年度主義、予算主義に陥らずに済むという利点がある。例えば、東日本大震災が発生した際に、基金を利用して、すぐに観光キャンペーンを打つことができた。また、基金の創設により、観光行政を担当する、職員数や、観光関連の予算が増加した。 市間効果では、基金の使い勝手が良いだけに、結果、成果をきちんと示す必要があると考えている。戸橋議会議員定数条例定数14人、現因数14人任期、平成23年5月1日から平成27年4月30日2011年より、戸橋市議会では6月定例会を、新樹議会と位置づけた。戸橋出身の新王 三木本幸吉像や三木本の五六のパネルを議場内外に設置したり、各議員が真珠製品を身につけて議会に出席するなどして、真珠養殖発祥の地をアピールしている。なお、衆議院議員選挙の選挙区は三重県第四区、三重県議会議員選挙の選挙区は飛ば市選挙区となっている。変化に富んだリアス式海岸の海を観光業と水産業の両面に活用している。 市内には大規模なホテルから小規模の民宿まで多くの宿泊施設が立地する。戸橋の漁業は戸ばそべ漁業共同組合が管轄する。養殖業ではカキや新珠が有名。海の幸としてはこの北海生日やアワビ、海苔なども産する。日本国内では珍しい市立の水産研究機関、戸橋水産研究所がある。畜産ではカモ牛の飼育が行われている。 漁港雨の町条例蒸気のように、貝類などを豊富に産する島地方では、それらを潜って採取する雨漁が古くから盛んである。雨が取った水産物や雨による語りを売り物にする料理店や、三木本魔樹島での実演は観光資源にもなっている。全国におよそ2000人程度いる雨のうち、鳥羽市は約500人と最多である。鳥羽、島の雨漁の技術が、 国の無形民族文化財に指定されたことを受けて、戸橋議会は2017年10月2日、天の町条例を全会一致で可決し、即日施行された。天漁の振興や後継者育成による文化継承などに取り組む。2017年に天漁業と新需要職業が評価され、日本農業遺産に認定された。本社奥企業離島を含む飛ば全域の 郵便番号は517から 00xx もこれに該当となっている。鳥羽駅、鴨目バス、鳥羽南、白木 IC、鳥羽高市の中心となる駅、鳥羽駅鳥羽市街鳥羽城鳥羽水族館、鳥羽シーサイドホテル観光産業は観光都市を標榜する鳥羽市の基幹産業であるが近年は観光客数が伸び悩んでいる。 2007年度の観光客入り込み客数は約461万人であり、三重県内では伊勢市、桑名市に次いで第3位である。海水浴場、ありがとうございます。